さて、マニュアルを読んでも使い方がいまいちよく分かりません、まずは1回押します。1回押して、で、このこれを押す。動か、あ、動いた。ヨガマットのところでは動かない。ほう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 。お、意外と、おい、切ってました。静かだね、うん、ルンバほどうるさくないです。あ、静かで、ここでガタガタして、さあ、髪の毛、そこどうでしょう。はい、髪の毛いかない。あ、あんまり一気に向こうまではいかないんだ。おお、いた。で、戻ってくる。そこ行っても自分の場所分かってるんでしょうか。ああ、片付けないとダメですね、掃除する場所。おお。ここにある。スルーして。ゴミがある場所は分かってません。ぶつかると。おお。ゴミを見ているわけではありません。お、段差、あ、越えていきました。さあ、段差越えていきますでしょうか。お、いった。さあ、だんだん、お、一生懸命働いています。意外といいかも、静かで。でも、なんか動いてる気配感じますね。どんどん、これ広い家だとどこ行ったか分かんなくなりますね、探さないと。あ、片付けてあげないとかわいそうですね。かまって動けなくなってますよ。あ、ソファーとか難しいんだろうな、きっとね。まずは挟まって動けません。あっちゃー、何度でも綺麗になるよね。うん、レールのところだ。うん、レールが綺麗になってる、うん、どうですかね。このソファーに挟まってるわけじゃない。あ、挟まってないですね。おー、行きました。コンセントは苦手のようですね。押してます、押してます。コンセントは乗り越えようとしますね。ミョンちゃん見て、ほら動いてくるロボット。おお、ガタガタ押してます。ルンバじゃない、アイロボットタイダイソン。おお、行きますね。あ、落っこちるんじゃない？ベランダに落っこちるんじゃない？大丈夫か？おお、疾走できるか？あっち行きたいけど行けない。でも、ほったらかしといて掃除してくれるのはいいかも。うん。これは今ドライモードにしてますね。リオンちゃん、面白いよこれ。おお、かなり髪の毛を吸い取ってきました。まあ、基本的にドライな掃除なんですけども、掃除してくれると楽になるかも。その前に部屋を片付けないとダメですね、うん、さあ、どんどん行ってくれてますよ。
どうなんでしょう、考えて掃除してんでしょうかね。もう行き当たりばったり行ってるような気がして。果たしてルンバのように充電が切れたら家に帰ってくれるんでしょうか。これウェットでやるのがいいかもしれないですね。まずはドライで一回やってみました。あ、危ない。でんぐり返りますよ、ひっくり返りますよ。これは椅子の下もいけるそうですね。これカタカタうるさいかもね。いや、かなり髪の毛取ってますよ。来た来た来た。障害物がないと、あ、そうでもない、行った基準にはならない、うん、おー、そこいいとこ行きましたね。こう見てても楽しいかもしれないですね。ヨンちゃん見てよ、ほらお掃除ロボット来たよ、うん、ゴミを撒き散らかさないで行けてるのすごいですね、これね。単に雑巾が挟んでるだけなのに。危ない、三脚倒れそう。うん、ソファーの下難しそうね。なんか行ったり入ったりしてます。うわー、そこ入り込むと大変。あ、でも出てきました。来たよ来たよ。名前直線距離で言ってるわけじゃなくて、お名前つけよ。は？お名前つけよ。アイロボットブローバ、グロちゃん、ブロちゃん、ブロちゃん、グロちゃん。なんかいろいろ計算してるみたい。まだ一度も充電はしてない状態、着火した状態ですね。ゴツゴツぶつかる音が気になりますけどね。これ夜中は嫌かもね。昼間は気にならないのと、あと掃除機のようにウォーンとこの吸音の音はしないので非常に静かですね。これはいいかも。バンパーの音だけがしてますが、これ拭き掃除してくれるのいいかもね、うん、これ今ドライでやってますが、さあ今約7分ですね。10分でどれぐらいホコリ取ってくれてるか見てみたいと思います。実際どれぐらいなんだろう、電池の稼働時間が。1時間ぐらい掃除してくれるといいんですけどね。お出かけしてる間に部屋がめっちゃ綺麗になってるみたいな。そうするとお手伝いさんとしての価値が出てきますね、まあ、結構ねダイソンで見えてるところは掃除しちゃってるんですが、ここまで丁寧には机の下掃除しないですもんね、うん、自分の入れる隙間のところがあるところはできるだけ入ろうとしていっています。うん、これ赤ちゃんがだんだん床とか舐めたりとかすることを考えると、うん、いいかもしれないですね。起きた来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 た。お、結構どうした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 、戻らないよ、戻る、うん、さっき言ったとこ覚えてる。ああ結構段差も超えちゃった。こう次どこ行きますか。そうか、さっきこのブーツが邪魔だったんだ。ブーツを着てみよう、うん、よいしょ。あー、そっか、ベビーサークル邪魔っぽいですね。ベビーサークル難しそう。考えてます。ん？これってどれ？何？ブルドッグ。ブルドッグどうするの？置くの？置いてみて、置いてみて、置いてみて。あ、ブルドッグ乗せるってこと？上に？うん、うん、よく猫が乗ってるよね。
いいかも。ファンファン。ファンファン。これ面白いね。よっちゃん乗れるかな。レオンは乗れないよ。一回乗せてみたいな。こっちで死ぬだけや。うん、ヨガマットは乗り越えないんだ。大事なもんはヨガマットに置いとくとか、うん、あ、10分経ったのでちょっとこれ持ってくれますか。こうですね。はい、さあちょっと取れ、とりあえずおお、見て、おお、こんな感じです。はい、これは、あ、でも絡まってるな。 毎日掃除してるのに。でもこれだけポイッと捨てれるからいい感じですね、うん、絡まってるのが捨てられる、ね、いい感じ。手でやった方が早いと言われればそれまでですが、ここ取ってほしい。それはそのうちですよ。